ビジョンイズユーです。今日は実際に面接に行ってくるので、その様子をお届けします。まずレストランのバイトを受けました。会社のビルの前までは一応下見に行っておく、面接の前に行っておくっていうことをすると、まあ、迷うリスクがちょっと軽減されます。めんどくさいですけどね。その迷うリスクをまず取り払います。もちろんその中で迷うことはあっても、そのまあそこにそこの面接の場所まで行くまでに、まあ、迷うっていうリスクは避けられるので、まあざっくりと、まあ、面接の例えば会社の前まではリサーチ事前に行っておくことをおすすめします。で、私は実際に行きました。で、まあ場所ここやな言うて確認取れたんで、まあ、まずね腹ごしらえをしようということで、ケンタッキーに行きました。ちょっとリッチにねケンタッキーに行って頼みました。レモンペッパーチキンのツイスターと甘いやつ1個と、まあ飲み物はレモネードの炭酸抜きにしました。 Vision with you. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Let's jump in. Welcome to Low Vision Life. Grow up with you.Journey. Are you ready? ね、ポテトも復活してたから良かったなと思って、とりあえず食べながら、動画のチェック、その動画持ち込みしますって前の動画で言ってたと思うんですけど、就労の1パート1から4の動画の中で言ってたと思うんですけど、その動画のチェックをします。はい、チェックちゃんとその作動するかどうかで、まあミスがないかとかのチェックもします。で、まあカバンの準備とかも、まあロービジョン弱視キットとか、まあ単眼鏡入れる人とか、まあいろいろグッズ、ペンと紙とね、白黒のペンと紙と入れるとか、まあいろいろ持ち込みのグッズを使ってそれ準備して、全部準備して iPad 準備して、まあ、パソコン持っていく人やったら持ってってみたいな感じで、まあ、実際に面接現場に行きます。でその時に私は白杖を持ち替えます。あのでっかいあのごっつい白杖じゃなくて、あのシンボルケーンで行きます。あの面接会場の近くになったら、まあ私で言ったら今回はあのエレベーターを降りるところから、まあ可愛いあのシンボルケーン、スライド式のシンボルケーンに変えて行きました。とりあえずこのまま進みます。さて、このまま進んで、これかな、めっちゃ眩しいんですよね。これ伝わるかな、すごい眩しいの。よし、まあただ面接会場の中に段差があるっていうのを知らなくて、段差を2つ越えたんですけど、その1個の段差と2個の段差とあって、そこを超えるのにはやっぱりそのシンボルケーンの怖さはありましたね。ピコって引っ込むんだあれだから、あ、おすすめはできひんなって思いました。だから本当言ったら、あの本気の白杖で行った方がいいと思います。本気の白杖言うと分かりにくいな、あの普通の折りたたみの白杖で行った方がいいと思いました。で、まあ実際に面接の会場はねすごい綺麗で、あのまずね眩しかったんで窓ガラスの様子が見えなかったんですけど、まあ、こんな感じで、あのすごいおしゃれなこんな感じで、まあ、おしゃれなところでした。まあ食器が置いてあって、私今回受けたのがレストラン、すごい綺麗なところで、まあその面接の内容は、まあだけどその仕事の歴経歴とかはあまり聞かれず、でまあどんなことしていきたいですかとか、まあ、逆に私が何ができますかとか聞いたりとかして、どんな障害者雇用をやってますかはもちろん聞きました。
で、そしたらまあこここういう障害の人がいますとか、そういう話は聞くことができました。会社によってどういう障害の人を雇うかっていうのはまちまちなんですけど、やっぱり最近の傾向としてその精神知的の人の雇用率がやっぱり増えてきてる。その特に視覚障害者と比較した時にやっぱりどうしても精神知的の方がウェイトが高いような気がします。はい。で、どこの現場行ってもやっぱりその精神の人知的の人を雇うことが多いですっておっしゃるので、やっぱそっちのニーズが高まってきてしまってるのかななんて思いつつ、そんなん関係ないなと思って、もうどん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 履歴書を、ちょっと履歴書代がねもったいないんですけど、まあアプローチしていってる感じですかね。はい。そんなところで、まあ今回の面接では実際に体験してもらったのは、まあ弱視の体験メガネ、前回説明したやつと補強説明として、まあ、トイレットペーパーからこう覗いたような感じですみたいな説明とかもしてもらったりとかさせていただいたりとか、それが、まあ、片目の人もいるし両目でこういう感じの人もいますよみたいなことをざっくりね、あとはまあそのこう欠けてる範囲がまちまちの人とか、その白濁って言って白く濁って見える人とかもいますよっていうお話を弱視体験メガネをかけながら説明させてもらいました。で、今回はそのレストランが会場だったこともあって1対1だったんですけど、あえてまあ作っていった動画は見せなかったので、もう完璧にね持っていった iPad がただの荷物になりました。はい。そこはなんかちょっとあーって思いました。せっかく作ったのになって思ったけど、まあこういうこともあるので、まあ話術磨いといて損ではないです。はい。っていうところで、私ほんまに喋らへんので基本的に、だもう喋るときにもう喋るスイッチ入れないと喋られへんし、喋るスイッチ入れたとしても喋られへんときは喋られへんので、まあ、奇跡やったなって思うぐらいの面接環境でした。はい。というわけで、まあこんな感じで面接は受けてきました。合否はねちょっとわからないんです。あと、まあ、今日月曜でしょ、だからあとね3日後ぐらいにね多分ね出るんですよ、電話で。しかも電話緊張する、もうね電話めっちゃ苦手なんですよね。で、まあ面接会場を後にしてっていう、バリアフリー店っていうのに行ってきたので、ちょっとその様子を見てもらおうと思います。自宅介護のハンモック式の移動装置。高校ケアの部門、こうやって挟むじゃないですか、はい、でその後にキュッと開くと、これをこうそうですね、奥までこうやって空いてる間にキュッキュッキュッとこう磨いてもらう。ベース図書などの部門、視覚障害者ブースへ、ボランティアさんに機械を通して読んでもらう体験へ。これがカメラなんです。細長いこう口紅みたいに丸い、これを真ん中にくるようにかぶるみたいな感じ で、これがレンズです。はい、はい、裏、はい、先ほどのボタンのところを押してもらったら切れます。で、これですヤンキングの特徴があるので、使われたテクニック用語を紹介してて、そうね、うん、メドフォーカスで、これは主人公の耳に当てる。これ使ってたんや。そう、これ使ってて、でこれは下に点字のものが並んでるんですけど、まあ、それが表示して、ちゃっかり点字の宣伝ですね。点字の宣伝もしてるし、色変えれたりもしてます。めっちゃ便利。うん、おお。でこれをね自宅で使ってまして、で、学校ではメイリンっていう24インチの拡大力を使ってて、めっちゃ詳しいですね。もうずっと見てたから、めっちゃ詳しい。でもうマニアのように見てたから。でこれはね主人公が会社で使ってて、クローバー6、あ、クローバー7か、クローバー7を使ってて、そうなんや。これちょっと小型の持ち歩きタイプのものを使えて、もうすぐ完成できるそうだけど、
あと持ち歩き型としてね、クローバー6も使われてて。クローバー6？ クローバー6はね、ちっちゃいやつ、ちっちゃい、もう電子流星型になってる。これでも一番最新型になるんですけど。へー、あ、薄っ。うん、でこれは持ち歩きがもちろんできるようになった。こうやってお医者使うような形で色を変えれると、こうした色が変わります。はい。で、これはね、スマホみたいにタッチ式でこうやって大きくすることができたり。楽しい。うん、もちろんボタンでも大きくできたりもするんだけど、あのちょっとした微妙な大きさ調整なんか手でできたりとかするっていう。なるほど、うん、で携帯型のね、特徴はあの実際にカメラみたいに静止画でそこで止めることができるので、止めた上で手元で大きくするっていうふうに、うん、スマホみたいなの。そうそう、スマホみたいな、うん、これね、大きくした部分を、大きくした部分の中身は動いてるんで、大きくしない限りは大きくあの動けない。おお、すごい、うん、でこれ面白いのが、これ今置き型になってるじゃないですか。で、取っ手の部分がくるっと動いてくるんで、くるっと動いてくるんで、お電子ループみたいになる。すごーい、うん、そう、なのでちょっと酔うな、うん、なのでまあオートフォーカスだけど、まあ、近い方が焦点合いやすいかなっていう。例えばこれ今こう映してるけど、はい、これを例えば写真に撮ります、で、で撮って目の前でちょっと大きくするっていう、そういう使い方をするかなっていうふうに。めっちゃ便利。色変えたりすることももちろん撮った後からでもできるので。撮った後からできるのすごいですね、うん、そうなんです。でこれ主人公使ってます。やっぱこういう、うん、こういう方が iPhone より画質いいですね。あのすごく画質はいいですね。iPhone よりとか言っちゃったごめん、iPhone。これ遠くは無理ですか？遠くの方とかって。遠くもね、でもできると思います。一応できます。うん、例えばこれ、ちょっと横向きにしましょうか。例えば今、例えばこういう左利きだから難しい、うん、結構看板ついてますよっていうのを写真に撮ります。で、看板あったんや。結構こうやって大きくして、こうやってなんか看板なんか書いてるなみたいなのをチェックすることができて、めっちゃ楽ですね、うん、駅とかで迷った時に使えるやつ。そう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 。で、これこのね、この開いてる状態は読書モードで、ここのね、これが開いてる状態は読書モードで、はい、こちらは遠用モードになってる。おー、うん、読書モード、この遠用モードの時は大体遠くでも見れるし、すごい遠くにピントがある。めっちゃ便利、うん、使ってた7倍のループ7倍使ってたんだ。何倍か調べて7倍のループ、うん、でも見えてる人が7倍使ったらめっちゃしんどかったんじゃないかな、演技とはいえ。あ、そうね、でもね、実際に見るときは僕も7倍に見るときは同じように見るんだね、うん、実際使い方もちゃんと合ってます。色がさすが盲学校が監修しただけありますよ ね、うん、ね、多分ね、もうちょっと近づけた方がピントは安いかもしれない。そう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 、下の方がこの人になってもう分子、うん、ちょっとだけで電気消してもいいかな、うん、消したら見えた。あ、電気消してもいい。ややこしい面やな。電子ループみたいにさっきのみたいに使った方がもう見やすいかもしれないけどね。こういう面倒を置いて、まあいろいろさっきのループで使ったり、これ家にある、うん、こういうの使って本を読んだりとかもすることもあったり、ピンチャーしたりするのがこう楽になるので、うん、あとね、もうドラマ見てたのに全然知らないことばっかりやん。茶碗とかこれも、これか、誰か言ってた、うん、どこのシーンで出てたんやろうとか思う。中がね、これ黒くなってて、まあ、ご飯の残りも分かりやすくて、あとここのね、そこがちょっと中がね、凹凸がついてるから、うん、米がくっつきにくいっていうか、ご飯が、なのでご飯も取りやすい。洗い物楽ですね。そうそうそう、まあ、いいなこれ、うん、で結構軽くて曲がりにくいっていう風な、洗い物楽、うん、これもマグカップも、こういうマグカップも使ってて、でこれはあの取っ手のところにも色がしっかりとついてるっていうのと、まあ、中にも色がついてるんで、まあ、中の残りも見ようと思ったら見れるっていうか。これ絵柄何ですか？これはなんかあの
なんか木、あの緑の木にリンゴの木かな、リンゴが2つで鳥が息を吸って止まってる。なんか竜かなんかドラゴンボールみたいなのを想像してるけど全然違ったの。と遮光メガネ。あ、どんなんですか。これはあれか、フラちゃんがつけてたやつか。そうですね。うん、何色？紫。紫のサーク。あ、詳しい人知ってそう。あ、これはでもあのあれですよ、ね、東海工学。東海工学の、うん、オーバーグラスかな。オーバーグラス。オーバーグラス。オーバーグラスか。うん、これ最初。うん。主人公使ってた。これ気になってるんですよ。うん。でも13,000円とか結構高い。そうなんですよ。うん、そうなんですよ。うん、でね、これで手切りそうやなと思って。それとまあ一応ねカードケースとかもいっぱい入れるし、一番左のところはね多分これハンコ入れるものだと思う。一番左。左？これ。これ多分ハンコとか入れたりする。でも危ないよね。よね。なんかちょっとこう中にこうね筒状のものを入れれるようになってる。すごい。こだわってる。ちょっと太めだけどね。一応。あのテレビでもパームチップつけてたから、そう高級志向やなってずっと言ってたんですよ。拡大力製品いっぱい使ってるしね。ね、どんだけどんだけあの舗装具材と日常生活用具材が何円かかったんやろうって。お金持ちや。お金持ちや。あ、折りたたみか。そうそうそう。すごい。あ、足らせ見ました？足らせ見ました。あ、見た。めっちゃ欲しい。よかった。あしらせとね、水野が最新なんでね。そう、水野すごかった。盲導犬ブースには寄れず。水の剣試したくて、いいですよ、はい、ぜひ触っていただいてもいいですか。触っていただいても軽いと思います。いや、あのバランスを前に手前にしてるので振りやすい。すごっ。え、なんか軽すぎてこうこっちが異様に重たいので、皆さんだけ1時間くらい使ってもらうと慣れてもらうので、これにもう戻れないっていう。うそやなんか挟まれたら飛んでいきそうですよ。ああ、はい、しっかり挟まれた時は逆に安全に折れるようになってるんで、あのいろんな服にこう合わせやすくて、ちょっとおしゃれな服でも合うような。へえ、すごい。走らせ大きさってどのぐらいですか。目の前にこれが今結構でかいこれが今触れてるプラスチックの部分が横に出る、で柔らかい部分が中に入る。見せ方とか出るのは硬い部分だけです。え、これをあれですか、あの Google とかと連動させる形ですか。そうですね、一応自社アプリをインストールしていただいて、アプリを専用アプリをインストールしていただいて接続したら、中身はほとんど Google マップなんですけど、実際につけたのが目の前に靴があるんですけど、で、ここにこうクリップのように、サイドに、これ右足です。真正面じゃなくて横でもいいんですか。横につけるような形だ。なのでほとんど大体革靴とか、あと、まあ、ものによってはパンプスとかでも付けられるゴーグルマップがありますと、大体内側に手を入れていただいて、ああなるほど、足の甲の部分に振動にして使えて、すごい。でもただやっぱり白杖とか盲導犬とかと一緒に使った方がいいですよね。そうですね、それは安全を確かめる機能は最大のですよね。スタバで休憩。この日ね、持って行ったグッズがあのドラマの、 あの恋ですヤンキー君と白杖があるっていうあのもののクリアファイルと、あとあの原作のコミックのおまけのねやつ、8巻のおまけの A のやつ、海のやつを持ってったんですけど、なんか何が起きたか、すごいことが起きて、あの芸人さんに会いました。白杖持ってはる人やって、なんか危なくはなかったけど、その電車に乗ってたんですね。で私も同じ電車やって、たまたまで、まあ真ん中ぐらいに 1で言うと、あの電車乗って4歩ぐらいのとこやって、多分真ん中やと思うんですけど、
や多分この人危ないなと思ったから、あの手すりいりますかみたいな話で声かけて、まずね声かけて声聞いて、あれこれどっかで聞いたことあると思う。話しかけたら実はあの芸人さんの浜田さんやって、あのあれですよ、ダウンタウンじゃない方の浜田さんやって、あなんかこんにちはみたいな話して、こうでああでって言って、もうなんか関西の話をして、たまたまねあの出くわして、お未知との遭遇とはこのことかと思いながら、みんな多分白杖持ってる人に気づかへんねやろうけど、結構その彼をその私も見られてる感じもあったし、その人を白杖持ってる人を目では見てるんやろうなっていう人は結構多かったんですけど、何も結構アクションせえへんねんなっていう人が多くって、あやっぱこういうもんやなと思って、なんかね弱視が全盲を気づくのに、気づいて本で声かけるのに、そのまあねとか、まあ、弱視同士でも声かけんのに、杖持ってたらね声かけるのに、まあ、健常者の人って結構ドライよねと思いながら、まあその電車を後にしたわけなんですけど、それからねその私会場に向かうまですごいあのアシストしていただいて、なんか何線乗ったかちょっと忘れて、そのなんかすごい不思議でした。なんか駅の中にまた多分業務委託されたであろう駅員さんみたいな人がおるって、多分駅員さんじゃなくてなんかそういうねバリアフリーアテンダントの部門の人が新設されたのかなと思うんですけど、そのなんや詳しく知らないんであれですけど、その詳しく知らないんであれですけど、すごいありがたかったですね。なんかお茶片手に、毎回のごとくお茶片手に持って、白杖を片手に持って誘導されながら、だお茶と白杖を両方持つみたいなことになってるんですよ。手つりそうみたいな。でもそれが普通なんで、それをなんか他人に危ないとか言われる筋合いもないと思ってるので、私は、はい、っていうところで、まあ現地着いて、現地着いたらそのなんかそういう会場がすごい大きくって、まあそのバリアフリー店やってる会場まで着くのがやっとこやったんですけど、まあ、すごい物がありすぎて大変でした。もっと見たいブースあった、はい、っていうところで、まあ今回のお話は終わります。なんかもし面接とかでこれどうしたんですかとかあったら、まあ、こんな今日のね私のざっくりした話でね分からへんと思うんですけど、もしあったらあのコメントをください。はい、では、ありがとうございました。チャンネル登録とこの情報のシェアと、あと、まあ、コメントといいねをよろしくお願いします。ありがとうございました。